第1巡目いきます。はい、一斉ので、 AJ ユナイテッドミッドフィルダードラフト対決。ちょっと前にやったと思うんだけど、今回はミッドフィルダーをちょっとドラフトしてそれを加えてやっていくと、はい、で今回、4-3-3 のフォーメーションなので、ミッドフィルダー3人、うん、はい、で3人ドラフトしたいんだけど、もちろん、同じ被りのキャラを、まあ、6人用意しました。ホニクロース、デブライネ、ポグバ、ベラッティ、うん、ベラッティ、イスコ、イニエスタの6人、はい、でこの中で一斉のでどれがいいのか言って、かぶったらじゃんけん、はい、かぶんなかったらまあその通り取っていくと。なるほど。でもしかぶった場合、じゃんけんで勝った方が取るんだけど、負けた方は残りの例えば1回目だったら5人の中からもう自動的に選べると、うん、いいですね。はいはいはい、これでやっていきたいと思います。いきましょう。いや、これ最初誰取るか非常に重要です。決まりました。おー、早いな。オッケー、俺も決まりました。第1巡目いきます。はい、一斉ので、ポール・ポグバ。やっちゃったディフェンスを固めたかったわけよ。いや、俺もそうなんだよ。この中でちょっとベラッティはちょっと足が少し、いや、ここで被るか。いや、6個あったぞ選択肢。やばいな、やっぱ1位指名被りましたね。で、ここはじゃんけんでいきます。そうですね。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。あいこでしょ。ああ。よし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 。マジで？じゃあポグバが A さんね。はい。ということは必然的に樹海さんの方は、はい、まあ2位指名ということで、この残りの5人の選手から自動的に取れると、まあ何でも。じゃあ僕は。はい。デブライネ選手行かせていただきます。なるほど。やっぱね、使いたいんでね。次2人目の選手ね。うん。あ、どうしよう。いや、僕はもう決まりましたよ。わかりました。俺も。いいですか？はい。一斉ので、トニクロース。くそ。いや、かぶる気がちょっとしてた。わかるわかるわかるんだけど、ただ取りたかった。ここは要は潰し合い的なもんもありますね。そうそうなんですよ。ディフェンス固められて、ここでパスも固められるのはきつかった、うん、よし、じゃあ行きましょう。最初はグー、じゃんけん、ほい、よし、ナイス、よし、これは素晴らしい。イニエスタで行こう。おお、ってことは残るはイスコとベラッティか、はい、はいはいはいなんかかぶりそう。決まりました？はい、一斉ので、ベラッティ。おお、俺ディフェンスタイプがいないんですよ今。はい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 、はい、だからもうここで固めます。なるほどね。ああ、よかった、取れて。逆に俺は俺でよかったよ。ということで俺の方が、はい、ポグバ、イニエスタ、イスコで、樹海、はい、さんの方がトニクロ、デブライネ、ね、ベラッティと。はい、じゃあこちらの3選手、お互い今取った3選手をミッドフィルダーに加えて、ちょっとスタメンの方を作っていきたいと思います。いきましょう。ということで、はい、私のミッドフィルダードラフトで作ったスカットがこちらでございます。強えな。やばい。てか、ベラってめちゃくちゃ強くなってるじゃん。なので、ちょっと使いたかったんですよね。うん、ということで、まあ、デブライネ、トニクロ、ベラッティ、はい、まあ、いい中盤じゃないかなと思います。なるほど、フェケルマンね。おー、いい。あとはね。うん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 、こちらでいきたいと思います。はい、やっていきましょう。いきましょう。いや、中盤怖えな。あそこをいかに止めれるのかそっちは、いや、ポグバに結構取られそうなんだよな。やっぱ攻撃も守備もできるんでね。そうだね。よし、いきましょう。いこう。いや、マルセロはやっぱ健在だよな。決めろ。マジかよ。オッケー、ナイス。まさかのクロスからメッシのヘディング。おお、ね、えい。オッケー、
ナイス、やられた。いや、あとに行くの。オッケー、マジか。ナイス、4。さあ、これ、キーパー弾く。スペースへ出す。マジか。危ね。来た、かわす。いいプレッシャー。強いな。レバさん。よし。ディスコ、裏のスペースへ。スルーパスを出す。あぶれ、あーやばい。よし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 、ナイスナイス。やってしまった。いけいけよ、やばい、打って。危ない危ない、当たっちゃった。よし、きた。オッケー、やばい、ナイス。そう、いや、打っちゃえ。あぶね。入んないか。ここら辺だよな。もう一回落としてからの弾丸。あぶね。あ、大丈夫でしょ。あぶね。あぶね。うわ、マジか。おー、オッケー。いやー、ここはナイスか。オッケー。いやー、一点差か。よしよし。まあまあまあ。まだ時間がよし、あれしかね。オッケー。ここパス。ダメか。よしよしよし。体を張ってゴールを守る素晴らしいディフェンスでした。攻めろ。スルーパス。こっちは守れ。俺は攻める。あ、やばい、それはやばいって。さすが攻撃。いや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 、ミスやばすぎだろ。オッケー。ワールドクラスになってくるとスーパーゴールが見たいという。気をつけて。実際ビッグチャンスをそう簡単に作る。あげるか。両チームとも、いけ、おぼれ、いけるか。アザール、あー、スルー出したかった。これもクロス、いけ。まだいる、まだゼロ。挟め。お前はフォワードだろ。いや、そっくりか。来た。あー、やべえ、抜けた。よし。オッケー。あ、来た、来た。オッケー。抜けた。よし。ああ。中盤のスタミナがやばい、ね。ベイリーか。ロングフィードで狙う。オッケー、ナイス、ベイル。ダメか。ナイス。うわ、抜けないか。危ねえ。こっちかな。いけ。えい。裏をついて。あ、やべ。そこはダメだ。よし、来た。よし、ナイス。あ、マジで。ラッキー。上げている。頼む。オッケー。アザル、頼む。マジか。おお、ナイスコース。その角度入るのかよ。ちょっと待った。うわー、よし、よしぞ。いいか。オッケー。わー、ナイス。やられた。ナイス。ナイスシュー。わー、ロラウド来た。いや、もう追いつけねえ。逆転と逆転。やばいやばい。あとは守りきるだけだ。いや、ここまで競り合って、この時間帯でゴールで。あ、これはやばい。オッケー、ナイス。クリア。ロラウド。クリアしろ。クリア。クリア。クリア。オッケー。
まだあれ、まだ時間あるよ。もう1点いけるか。おお、出た。マジでちょっとロナウド、オッケー、来た。ロナウド爆発、これ終わっちゃったよね。マジか、最初よかったのにな。ミッドフィルダー基本スタミナ切れるんでね、スタミナ問題やばいんでね、うん、そうっすね、一番変えたいとこだね、やっぱミッドフィルダー。確かに、はい、ということでこの動画が良ければ、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。